本日2023年8月の31日9時25分、裁判所用の、データとして、ちょっとね、怪しいプレイヤー紛れ込んでるんでね、暴力団潰しとか私してますんで、淡井圭介、本人です。このプレイヤー、普通このような名前を、使わないで、一応まあ外国語で申請してきてるから2カ国語を使える日本に本当はいるんじゃないかなと思うんですよ。まあ海外に住んでる可能性もあるにはあります。で、同盟組んでないのに同盟ありがとうございますって、前もこの人こういうこと言ってきたんですよ。で、プレイヤー名がこの人のこの名、この人が自分でつけたのかどうか、コンピューターに改ざんされてないかっていうところからまず入って、でオンラインハテナみたいなことを、どめ込んでいましたかって言ったらこういうちょっとふざけたような返答で、一応この文章画像で記録化しています。嘘を言い出した人間バレないと思ったらお間違いです。私は現在46歳ですが、30歳ぐらいの頃から弁護士なしで裁判勝ってますって言ったら、よくわからない、まあ、言い方、期待したまるっていうね、まあ、プレイヤー名を書いてもどこの誰か分かりますよ。銀行からの振り込みデータで裁判所でバレるのですからってしっかりと説明して、そしたらはてなはてなはてなって。訴訟になったら裁判所で働いている人たちが調べます。行政、つまり国です。法律でそうなっていますと説明して、訴訟が始まり法廷に出てこなかったら自動で裁判は進みます。法律でそうなっています。嘘イコール詐欺。これは民法でも刑法でもあります。あなた飲食後には自分からお勉強とかわけわかんないことばっかり言ってるんですよ。本当に。挑発行為なのか何なのか、あとは、私の自宅で入りして、ずっとね、だいぶ前か空のペットボトル置いてあるんですよ。これ。ちょっと待ってください。これ。一応、リキュールなんですけども、淡井圭介が勉強を始めたのは、もう何十年も前からなんですよね。で、ここの住宅に不法侵入したのかどうかという話にやっぱりなりますね。それ見て、たまにね、このゲーム、戦国風武って言うんですけども、このあたりかな、ちょっと待ってくださいね。おかしい、会話の欄があるんですけど、ね、この世界1とか世界2とかで、プレイヤー同士で、話をしている、このようなところとかで、さっきの友人チャットのところ、まあ先ほど、まあこういうところ、まあここに友人チャットっていうものがあって、まあこういうのを押したら、まあ今までのって、一応ね、いろいろ証拠として押さえておきたいので、たまにね、この人じゃないんですけども、酒でも飲んでんじゃないのとか、そういうふうな文章を書き込んでくる人間います。で、このアイコンのところがね、男性が女性をつけてる時もあれば、女性が男性をつけてる時もあるので、性別はもう、はっきり調べないとわからない。で、このあたりでもね、ここの住宅身勝手に入り込んできた人間、ありの第一タウンハイツの他の部屋だと思うんですけども、そいつはね、2回ほど僕引きそうになってるんですよ。で、喧嘩売るようなこと言ってきてる。髪の毛ほぼ金髪のちょっと太った女ですね。まだ覚えてますからね。で、本当に何人なのか、どういう意図なのかっていうところ、格闘技関係なのか、何なのか、ちょっと調べないと、どこで誰がどういうふうな考え方で動いているのか。まあ、だいぶ、スポーツの勝ち負けで勘違いしてる人たちは勘違いしてますからね。基本的にね、みんな自分のことはっきり言わない。まあ、私と真逆ですね。まあ、なんか、こう、名前見てたら、まあ、漫画関係とかの声優さんかなとか、そういうふうな、人
たちは何人か見当たるんは見当たるんです。ただもう、まあ、ワンピースの例えばゾロとかだったら、もういろんな人がゾロとゾロ名乗ってるんで、正直何が何やら分かりません。別に関係者じゃなくても名前名乗る人は勝手に名乗っちゃうんで、というところですね。まあこの普通はね、ちょっと名前のプレイ、このプレイヤーね、平気で嘘を言う、さっきの狂った裁判官みたいな名前の人ね、平気で嘘は言う、同じこと何回も繰り返してくる、酒のことだったら、もうここまでのこと言ってきたら、まあこのマークとかも明らかにこれ、ふざけてるでしょう。でどこからどこまで分かっていて、こういう風な、ね、本当に反省してるんだったら、そういう嘘何回も言ってこないでしょ。同盟組んでみたいな形で。頭の中がちょっと変になってるんでしょうね。変な名前の人間と組んでるところを撮影したらとか、何かそういうことを考えてる人間かもしれない。世の中そういうことじゃないから、ホームページ、淡いケースの履歴見たら、僕はどういう風な人なのか分かるから、急に片言、まあ、ちょっと気をつけた方がいいですね。この人とはあんまり関わらない方がいいと思います。ほとんどの人、僕は証拠としてこのチャットね、残しておきます。